ボンネットにドアがあり、フロントから乗り降りする特徴的なクラシックカー、 BMW のイセッタ。こちらは国産車初のロータリーエンジンを搭載した伝説のスポーツカー、マツダコスモスポーツ。兵庫県丹波市の会場には1982年までに生産された往年の名車がずらりと勢ぞろいしました。旧車の愛好家たちが都市部ばかりでなく地元でもカーフェスティバルをと呼びかけて、今回で22回目、新型コロナの影響で3年ぶりの開催となりました。非常に懐かしく見せてもらえるんで、嬉しい。イスズのね、ベレットっていう車が親父が乗ってたんですけど、それと同じ色の車があったので涙出そうになりましたね。秋晴れの会場に集まった希少な車142台、子供からお年寄りまで訪れた人々を楽しませていました。